どうも皆さんこんにちは、プリッツです。あれおかしい。どうも皆さんこんにちは、プリッツです。あれ、ん、ん、ん、どういうこと、ん、どう、どうも皆さんこんにちは、プリッツです。今回はプリッツがいる。あ、待って、プリッツがいる。おかしいなと思ったけど、あれプリッツ3回目だ。あ、プリッツ、あれ、え、すいません、プリッツですって言いました。はい、プリッツです。あ、僕もプリッツです。あ、僕もプリッツです。あ、たまたま、珍しいですね。こんなことあるんですね。同じ名前の人、はい、出会ったことなかったんです。あるんや、こんなこと、あるんや、関西弁なんてあるんや、はい、あ、とりあえず、でも自己紹介した方がいいですね。あ、そうですね。 あ、ちょっと待って、はい、敵ください。ちょっとだけ何もおかしくなった。待って待って待って、できる。あ、オッケー、どうした。ナイスです。武器ないですね。武器ナイスです。あ、自己紹介がいきなりいて大丈夫ですか。かで、ね、うん、大丈夫大丈夫。自己紹介遅れました。リュウキと申します。リュウキ、おいお前、はい、おい、はいはい、お前ピーかけろよお前。え、龍騎ってなんで、なんで、龍騎普通に龍騎ですよ、名前は。ピュアか、え、いや、なんか俺もその本名が龍騎なんじゃないかみたいな感じで結構騒がれてたり、はい、するんで。いや、違うんですけど、本当はこんなことあるんや、あるんやな、あるんやな。めっちゃエセ関西弁、エセ、こんなことあるんや。なんか俺もたまにその、はい、ポンって出ちゃうんですよね、関西弁が。え、はい、え、関西住みなんですか、じゃあ。関西で、はい、元は関西なんで、今ちょっと、俺、あれですよ、もともとお前これマジでピーかけろよお前、最近お前それマジでピーかけろよってお前。おい、聞いてんのかお前、中の人。はいはい、はいはい、めんなよ。はい、どんな感じなんですか最近。いや、ちょっと待って、今さあ、すごい個人情報言われたからびっくりしちゃったけど、はいはい、びっくりしちゃったけど、めちゃくちゃ一緒なんですよね。ちょっと待って、これガチで無理で。だから、そうなんだね。あ、そうなんですね、はい。なんか好きなアーティストとかっているんですか。あ、ミワですね。ミワ。はははは。はい。え、いらっしゃいますよ、なんか。あ、僕もミワが大好き。ミワなんや。ミワなんや、それやめて、ちょっと。ミワなんや。癖なの。同じじゃないですか。同じじゃないですか、それやめてさ、関西弁みたいな。同じじゃないですか。え、学校なんかクラブとかやってました、部活みたいな。あ、一応やってましたよ、スポーツ。何やってました。はい、あ、バスケ。あ、私もバスケなんですよ。これこんなこと。好きな色とかって。黄色ですね。黄色。やばい、どうしよう。なんか服装もに、なんかに服装、やばい、なんかなんかなんか似てはないけど、なんかちょっとね、ですよね、なんか同じ匂いがしますよね。なんか放送とかされてたりします、もしかして。あ、はい、プリッツっていう名前で、前まで実況が過ぎてたんで。あ、どこの媒体でやってるんですか。媒体、YouTube ですね。あ、私ニコ生です。ニコ生のプリッツがいる。もう一つの世界線で俺がニコ生やってた時の俺がいる。ニコ生とプンレクです。すごい。なってなってなって、プンレク、オープンレクです。あー、プンレクね、はい、結構じゃあ配信ガチな。あ、そう、生放送今もしてて。今もつけてるんですか。あ、今つけてますよ。怖い怖い、なんかじゃあめっちゃ個人情報言っちゃってるけど。あ、でも自分の言ってるだけなんで、これは別に。そうそうそう、いや、はい、自分の個人情報めっちゃ言ってたけどさっき。はいはいはい、大丈夫ですよ、全然大丈夫なんや。お住まいはどこなんですか、じゃあ。一緒ですね、ちょっと言いづらいんですけど。あ、マジっすか。はい、もともと地元も一緒で。はい、あ、敵いますね。なんだろう、なんだ、何が起きてるんですかこれ今。はい、いや、さすがにそれおかしい。いたずらですよね、ちょっとやめてもらっていいですか。いたずら、
え、僕のなんか偽物をやってるみたいなんじゃないですか。いやいやいや、全く知らなかったですよ。 YouTube 見ないんで、普段。じゃあ俺が最近一緒にあの動画、はい、あの2人で活動をメインにしてるんですけど、はいはい、そいつの名前、あ、私もグループあるんですよ、はいはい、プリアナっていう。プリアナ、はい。じゃあ分かった、察したわ、お前の相方アナ。あ、大丈夫ですか。うん、察したわ、ごめん、はい、プリアナっていう2人組やってるんですよ、プンレクで。プンレクでプリアナ。プンレクで2番線時間すごいけど、グッズとかも出そうと思ってて。グッズも考えてんだ。はい。後で調べてみよう。よかったら見に来てくださいよ。プリアナで刺してしまったからな、今。僕がその、こんなことあるんだな。あ、やり合ってますね。これとりあえず倒しますか。やりますか。最近結構ヒットしたはいシリーズがあって、はい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 、あれなんですよ。何すか。ラピュタの再現の作って。ラピュタ、ええー、それすごい、100万以上、すごいですね。はい、見ていただいてますよね。僕もあの千と千尋の再現の動画を、はい、100万いって。ほんまかいな。ほんまかいな。先生先生やめて、だからそれ、ほんとやめてそれ。へぇ、すごい似てる。ドッペルゲンガーってやつですか、あれ。なんかありますよね、そういうの。うん、ドッペルゲンガーかな。そうです、そうです。ドッペルゲンガーではないと思うけど。ドッペルゲンガーなんやな。いや、言い直してるやん、言い直してる、自分で自覚してるやん、関西弁で。そうなったら言っちゃってるやん、それも。言ってるようなもん。なるほどなるほど、なるほどなるほど。え、あと最近ね、すごい嬉しいことがあって。はいはい。歌ってるんですけど、歌いなんですけど、私歌いなんですけど。歌歌いってダサいって。ごめんなさい、歌いなんですけど。あ、やばい。あ、マジっすか。あ、最近リンゴに嫌われているっていう歌らしい。1000万再生いったんです、それが。偽物だろおめえ。よし、やるか。どうも皆さん、こんにちは、プリッツです。ということで、今回はやばいやばい、カウビシッコイケゼイクゼイクウィ。おい、プリッツだけど。なんすか。プリッツだけど。プリッツ動画撮影してたの。声ダダ漏れだよ。あー、いや、ちょっと、いや、今撮影してるんで。何それ今、どうも皆さん、こいけポケー、何言ったよ今。ちょ、やめてもらっていいですか、ちょ、うるさい。え、大丈夫は。顔面殴りて。どう言ってたの。え、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くのよ。そうですね、今回はですね、まあ、やっぱ、アンパイ狙いたいんで。今回は。スノビーショは。いつも言ってんじゃん、お前そこ。ちょっと、すみません、今、録画止めたんで、すみません。え、なんですか、なんか用ありますか、僕に。え、なに。何なんですか。別に別に何もないよ。僕 YouTube で活動してるプリッツって言うんですけども。あ、僕も YouTube で活動してるプリッツって言います。偽物じゃねえかよお前。おい、今回はシノビーショーに行きたいと思います。おい、よろしくお願いします。今動画撮ってるんで。動画撮ってるじゃなくて、俺だからプリッツ。いや、俺だからプリッツ。いや、真似すんなよ。俺が先にプリッツって名前だから。いや、それはもしかしたらそうだったのかもしれないけど、Twitter でツイートしたことあるから。俺の方が先だからプリッツ。俺が先。いや、うん、でもさ、フォートナイトで、はい、プリッツって名前でフォートナイトで、まあ、ちゃんとその伸びたのは僕なんで、名前が先だったとしても。いや、伸びる前から俺がいるから。おめえが後から出てきたんだよ、プリッツとか言ってよ。じゃあ証拠とかあるんですか。あるよ。俺の方が先とか。プリッツでそもそもお菓子だから、そんな俺が先とかどうこうじゃないと思うんだけど。お前名前変えろよ。いや、やだよ。じゃあ俺が変える。じゃあ俺が変えるよ。あ、めっちゃいいやつや、素直だよ。え、でも動画は撮ってるんですか。なんか動画撮ってるんですか、普段から。動画撮ってます今。あ、本当にちゃんと YouTube でやられてる人、もしかして。うん。へえ。
え、なんか好きな、歌手っていうか、アーティストとかっています？いない、いない。ミワじゃねえのかよ、おめえそこよ。おかしいじゃろかよ、おめえよ。なんでー？いってー！いってー！なんでー？いってー！うるさ、うるさ。